さあそして2つ目のお題、はい、これはまあまあ僕はいい、まあ、主にちょっとアのことかなと思うんですけど、うんはい、自分を例えるなら人間天使悪魔まあ小悪魔なんて道もあるかもしれないですねどれかな,なまあ僕は人間なんですけれども <laughs> ムラセさんはね難しいんですよね <laughs> 天使に見える瞬間と悪魔に見える瞬間と、まあ大にして小悪魔に見える瞬間あらいらでら僕ですね不思議とあのここ数年やらせていただく役が人間でない役ばっかり増えててバレてきたバレてきた、バレてきたバレてきた、いやじゃ聞いてくださいよ本あのどの人に聞いてもやっと世間が村瀬君のことを見くんな、んでみたいな人間。 人間人間やっぱ声だけじゃなかった人間離れしてるのは <laughs> ちょっとね本<人>もそうでも不思議とその悪魔の役とかも他でやったりとかあと神様とか天使の役とかいろいろ宇宙人とかいろんな役やってるんですけどそっちの方が喋れる。<laughs> <laughs> <laughs> るそうなんかいける感じが「あ,<ー>あこれこうだな」みたいなじゃあまだ明確にその自分が何っていうのはないんですか、ね、そうなんですよちょっと解き明かしていきたいなって思うんですけどね両親さんはど人,人間ですか僕もうど人間ですね,人間ですね僕なんなら後ろから見てるとたまに、はい、あ神様かなって思う時あるんですけどね <laughs> 神みがありますねみ <laughs> ってるいや神みってますよ <laughs> やっぱりあの別のでもね、はい 神ってますから。あ、神ってる瞬間がね、<laughs> 確かに僕も神様やりがちなとこありますけれども、まあね、声優っていうのはさやってね、いろいろ人外にもなれるってのは楽しい仕事ですけれども、さあ次週はね、どんな悪魔あるいは何が出てくるのか、うん、お楽しみに。参りましたイルマくんは。イー、e、テレで毎週土曜日午後5時35分から放送中。見てねー。<music>